ダートにおいて果たして最も強かった馬は、の問いに答えられる人がいるでしょうか。おそらくいないでしょう。しかし今日は答えがここにあります。ダートという馬場で2000メートルという距離で歴史の謎に終止符が打たれます。ドリームチャンピオンシップダート、唯一絶対の存在の誕生は間もなくです。スタートしました。ダーリア、ボースタート、あとはセクレタリアート上がっていきます。押して押してセクレタリアート、そしてダーリア、一馬審査でウォーアドミラル、注目9番中段からいきます。フォレストシークレッツ、ダマスカスなど並んで、その後ろフリートレニー、スペクタキュラービット、その後サンテーサイレンス、一馬審査でシアトルスルー、アリダー、ちょっとかかってしまいました。あと中段の後ろネイティブダンサー、速いペースになりました。そしてラウンドテーブル、一馬審査でアーリーパイオニア、さらにはアウトザボックス、最後方からサンダーガルチ、さあ前の体勢ですが、依然として先頭は逃げます。セクレタリアート速いペースで飛ばしていきます。2番手にはダーリア、3番手ウォーアドミラル、残り 1000m 通過、内からはダマスカス、その外に9番、外からフォレストシークレッツ、内をついてスペクタキュラービット、今800を通過、その外にはサンテーサイレンス、そしてフリートレニー、これから第4コーナーカーブ、ダーリア上がってくる、さらには9番、あるいはフォレストシークレッツ、あとはウォーアドミラルといった体勢、第4コーナーから直線コースに置いてきます。わずかにセクレタリアート先頭、外から9番、一気にエンジンかかった、内をついてダーリア、さらにフォレストシークレッツ、1番外に出してシアトルスルー、間からはアーリーパイオニア、さあ9番先頭が2馬身3馬身と抜け出しにかかる、2番手シアトルスルー、大外からサンダーガルチ突っ込んでくるが、9番先頭だ、9番ゴール、you